1時間で2万超えの原木が手に入れ、今回のマイクラでは巨大な原木装置をサバイバルで作っていきます。建築するときに木が足りないっていう状況をなくして、どうせなら建築にもデザインもこだわっていきたい、そんな思いで最強に役立つ装置と最強におしゃれに作った巨大建築は、高評価1000超えたら無料でマップを配布するので、今回の動画最後まで見て気に入った方は高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。まず今回の装置を作るにあたって、何人かの YouTuber さんの動画を参考にしたんだけど、その時に思った、ほとんどの装置必要な資材多すぎ、まだサバイバル始めたばっかだから極力シンプルにしたい。そんな時にオカルトジェントさんのコンパクトだけどめちゃくちゃすごい原木装置を発見。実際に使うとなんと1時間で1万6000から2万1000の原木が手に入る。原木が狂ったように集まって建築が楽々になるに違いない。アレンジとしてフラットのワールドで実験した時に誤爆しないために再度に黒曜石を足すことにした。この時実際に装置アレンジに参加してくれたのが動画班のヘビラボさん。彼は某原価割り系 YouTuber の動画班としても活躍してるすごい人たちです。提案してくれて本当にありがとう。ちなみにライツさんのチャンネルはショート動画でたくさんの簡単建築を紹介してきたので、装置だけだと味気ないからちゃんと建築もこだわりたい。なので参考になる巨大な建築を探してみたら、とある投稿サイトで11年前からデザインされてたこの巨大な木を発見。ただ見ての通り頭がおかしくなるレベルの大きさなので、これは絶対にとてつもない作業量が要求されるに違いない。原木部分のパターンを決めるために、もう一つ参考にしたシルカークラフトさんの配布マップから原木パターンを学んできた。ただそのまんまコピーしちゃうと面白くないので、おしゃれにめっちゃアレンジしたい。そう考えたライトさんは将来バージョン 1.20 で追加される桜の葉っぱからヒントを得た。この桜を今回の建築で活かせないかなと思ってめっちゃアレンジした結果、2種類のパターンをアレンジ化させることに成功。その結果がすごいことになるんだけど、それは動画の終盤のお楽しみに。ここまでアレンジに費やした時間はなんと5時間。初回の巨大建築なので気合が入ってしまった。次にこの装置と建築に必要な材料を集めていかないといけないんだけど、なんと建築で原木の部分を表現するのに大量の磁気を吐いた原木とテラコッタが必要。合わせて3000以上とかいうわけのわからない時代。なのでライツさんと手伝ってくれた動画班は手分けして材料集めすることにしました。一部の動画班は原木、ライツさんとその他メンバーはテラコッタを集めるためにメサバイオームに向かった。次は桜の葉っぱブロックに必要な材料、4種類のコンクリートと2種類のコンクリートパウダー、2種類のガラス、3種類のテラコッタが必要になるんだけど、数にすると合計1万7000ブロック。気が遠くなるような作業だ。でも将来原木をたくさん手に入れて建築しまくりたいライツさんは動画班と一緒に材料を集めていきました。まずコンクリートをクラフトするためには砂と砂利が必要になるので砂を集めていく。ちなみにこの時人員が足りなかったので砂をある程度確保した後はすぐ砂利集めまでやっておきました。ある程度砂と砂利が集まりパウダーを作ったら、自動コンクリート装置を作ってパウダーをほぼ全てコンクリートに変えました。ちなみにこのコンクリート装置は過去にショート動画で紹介したことがあるので Java 版限定だけど、ぜひ試してみてね。あとは装置を作るためにたくさんのオブザーバーと粘着ピストン、レッドストーンや黒曜石が必要なんだけど、なんとライトさんが知らないところでスライムトラップ作ったり、エンドで黒曜石を削ったりしてくれたみたいで、結果的に回路系は集まってくれました。手伝ってくれたおかげでなんとか材料集め完了。ちなみにこの材料集めにかかった時間は5時間半。さて材料を集めたら次はどこに設置するか決めなきゃいけないんだけど、できればいろんな種類の木が周りにあるバイオームがいいなと思って、前回作った巨大倉庫から約300メートル離れたところに良さげな草原があったので、そこを更地にしていこうと思います。削る深さはおよそ30マス分。これだけ掘れば山も破壊できて良さげな草原になると思うので、めっちゃ時間かけて整地していく。というわけでさら地完了。このさら地にかかった時間もなんと3時間半。ちなみに4人で作業してこれくらいの時間なので、1人だったらもっと時間かかってたと思うとマジでヤバすぎ。ということで次は原木部分を建築していきます。これで原木部分は完了。ちなみに入り口はまだサバイバル始めたばっかで、材料がそんなに多くあるわけじゃないので水流エレベーターで代表しました。降りるときは普通に落下なんだけど、落ちる場所間違えちゃうと普通にお亡くなりになっちゃうので気をつけてね。次は装置の作成。装置はコンパクトなのはいいんだけど、いかんせん回路が複雑すぎてライスさんは手に負えなかった。というわけで動画班の中で回路が得意な非常口くんに任せて、ライスさんは床を葉っぱブロックにする作業にしてきた。床作ってる間に装置が完成したみたい。とりあえず本格的に葉っぱブロックで覆う前にちゃんと動くかテスト。
やったぜ、動いた。動いたのを無事確認できたら、ここからは本格的に葉っぱブロックの模様を作っていけば完成。よーし、というわけで完成と思ったんだけど、なんか木っぽくない？違和感ありまくり。ということで写真と比べてみました。全然この原木ふさふさじゃないじゃん。というわけでやり直し。ある程度やり直してみたけど、死ぬほど体力を持ってかれました。気が狂いそうになりながらも、初めての巨大建築作品をみんなに見せたい。だからここで気合い入れまくっていけ。はい、今度こそ完成しました。あとはこの下の部分がちょっと味気なので、コップンで草を生やしていこう。これで自然になった巨大原木装置の完成。この建築にかかった時間はなんと13時間。大地さん史上こんなに時間かけて建築したのは史上初。見てください、こんな遠くから見てもでかいのが伝わると思ったけど、サーバーの描画距離が短いから霧になっちゃってる。ちなみにこのマップが配布されるのを前提で案内すると、ちゃんと下に地下通路の階段があって、そこから水流エレベーター経由してこの装置の中身を覗くことができる。さあ、ここからは使い方を紹介。まずこの装置が前になるんだけど、ここから左に向かうとレバーが置いてあるので、こいつをオン。そうすると TNT が無限に爆発してくれるので、時計回りに回って頭皮のドアがある場所に向かおう。中に入ると苗木を置くスペースがあり、ここに苗木をひたすらぶち込むことでたくさんの原木を収穫することができる。この装置を使えば1時間で1万6000から2万1000の原木を簡単に集めることができて、オーク、白樺、頭皮、この3種類が対応してる。建築では絶対に使うマストアイテムなので、この装置を使いまくってライツさんは今後も巨大建築を頑張っていこうと思います。はい、というわけで今回の巨大原木装置にかかった時間は、アレンジ5時間、素材集め 5.5 時間、整地 3.5 時間、建築13時間、合計すると27時間かかりました。こんな感じ、時間をかけてみんなからすげえと思われるような建築を長い動画では提供していくので、もし気に入っていただけた方は高評価で応援してくれると嬉しいです。今回の動画で高評価1000以上超えたら、この原木装置のマップを無料配布しますので、ぜひぜひ押してくれると嬉しいです。あと最後にライトさんは巨大建築や装置を建ててくれる動画班を募集しています。概要欄と固定コメントに応募用のフォーラムを設置するので、動画見て一緒に何かを作りたいと思った方はぜひぜひ応募してってください。というわけで以上、ライトさんでした。次回の動画で会いましょう。今後とも応援よろしく。